はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。ルーローハンに小籠包にタピオカ、皆さんは台湾料理といったら何を思い浮かべますか？今日はそんな台湾料理から巨大唐揚げジーパイをご紹介します。それでは早速やっていきましょう。こちらが今回使用する鶏胸肉です。この鶏胸肉を使って台湾料理のジーパイを作ります。そもそも台湾料理とは中国の福建系を中心とした中華系移民が伝えた中華料理をもとに、現地の食材や原住民、八華系、日本料理などのエッセンスを取り入れて、時代の流れとともに台湾で発達した料理です。中華料理は四川料理や広東料理、北京料理など中国各地の料理の総称で、台湾料理も中華料理の一つという位置づけになります。台湾料理の特徴として、本土の中華料理に比べて比較的あっさりめで、屋台料理として発展したことから、食べ歩いたり屋台外のテーブルでささっと食べられる一品料理系が多いことが挙げられます。もう10年以上前になるんですけど、東京に住んでいた頃に西麻布のカオタンラーメンが大好きで通っていたのを思い出します。確か福建省の高級スープとか書いてあった気がします。今回作るジーパイは台湾の屋台料理を代表するソウルフードの一つで、鶏肉をおせんべいのような平らな形状で揚げたもので、台湾風唐揚げです。台湾に行ったことある人は食べたことある人も多いかもしれません。まずはお肉の厚みのある部分に包丁を入れて開いていきます。肉叩きなどを使い、まんべんなく叩いてさらに薄くしていきます。醤油、生姜、ホワイトペッパー、中国の代表的な混合スパイスの五香粉を混ぜ合わせます。下味としてお肉に塗って冷蔵庫で1時間ほど置いておきます。今回は衣にさつまいも粉を使用します。カリカリにしたいので、ここに塩とベーキングパウダー、水を少しなじませます。冷蔵庫からお肉を取り出し、小麦粉をまぶし、卵にくぐらせて、最後にさつまいも粉をまんべんなくつけます。熱した油にそのまま投入します。久しぶりに出ました、音のソノリティです。きつね色になり、いい感じになったら完成です。衣も見るからにサクサクに仕上がっています。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は金シャチビールのプラチナムエールを飲んでいます。金シャチといえば名古屋ということで、このビールも名古屋のクラフトビールメーカーが作ったホワイトビールです。見た目は白濁した、まさにホワイトビールという感じで、苦味は少なくすっきりとしていて飲みやすいです。若干スパイスっぽい味わいがあります。久しぶりに名古屋も行ってみたいです。それではジーパイ食べてみます。このまま手でいかせていただきます。衣サクサクでうましです。日本の食べ慣れている唐揚げとは違い、五香粉の香り、八角やクローブ、シナモンなどのスパイスが効いていて、この鶏胸肉とよく合います。この八角の香りがあることで台湾料理っぽくなりますよね。薄くしたお肉もクリスピーでスナック感覚で食べられます。口の中で衣がカリカリコリコリボリボリ。鶏胸肉は安いですし、淡白であっさりしている分、揚げることで飽きずに食べられます。屋台で人気になるのも納得です。普通の胸肉の唐揚げより薄めの胸肉の唐揚げがいいですね。普段もも派ですが、これはありです。日本の祭りとかでこのジーパイがあってもおかしくないですね。もしかしたらすでにあったりもするんでしょうか。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ジーパイいかがでしたか？唐揚げも国や地方によって変わるのも面白いですね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。